皆さんこんにちは。今日はお家でできる脳トレを紹介したいと思います。誰でもどこでもできるものですので、お一人でもご家族でもいいです。やってみてください。それでは、手を前に、パーに出します。反対の腕はグーで胸のところに置いてきます。はいという掛け替えと同時に手を逆にしていきたいと思います。はい、手は前パーですね。胸グー、はい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 、上手にできましたか。じゃあ今度は前の手をグー、胸をパーにしていきます。同じようにはいの掛け声で逆にしていきます。はいですね。いきますよ。はいはい、じゃあ少しスピードアップ。はい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 、どうですか、上手にできましたか。どうしても、人は転びそうになった時につい手が前にパーでつくようになってますので、最初の動きは多分皆さんスムーズにできたと思うんですけども、次グーになった時ちょっと難しかったかと思います、ね。ちょっと、頭を混乱することもあるかと思いますが、やってみてください。今度は、数数えグーパーをやっていきたいと思います。まず、手の前に準備してください。まず先、グー、このパーグーパーグーパー、大丈夫ですね。じゃ今度は数を数えていきます。親指から 1,2,3,4,5、 今度、小指から開いていきます。 6,7,8,9,10、ね、もう一度いきますよ。一緒にいきましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、できましたね。では今度片方の手はグーパーグーパー、反対の手は1,2,3,4と数を数えていきたいと思います。最初ゆっくりやっていきましょう。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 両方パーになってますか。じゃあもう少しスピードアップしていきますよ。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 上手にできましたか。じゃあ逆です。今度は今グーパーグーパーしてた方の手は1,2,3,4、数を数えた方がグーパーグーパーになります。やっていきましょう。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 両方パーになってますか。じゃあもう少しスピードアップしていきますよ。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、上手にできました。じゃあ今度はレベルアップです。グーパーグーパーをグーチョキパーグーチョキパーに変えていきたいと思います。反対の手は同じです。 1,2,3,4 と指折りをやっていきます。最初ゆっくりいきたいと思います。じゃあいきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 できましたか。片方グー片方パーになってますでしょうか。じゃあもう一回ね、もう一回ゆっくりいきたいと思います。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 できましたかね。じゃあ今度は手を変えて数えてた方がグーチョキパーグーチョキパー、反対の手が1,2,3,4、数えていきます。じゃあまずゆっくりいきましょう。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 できましたか。パーグーなってますかね。もう一回いきたいと思います。ゆっくりいきますよ、せーの、1
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どうですか？できましたか？はい、多分右と左やりやすい腕、皆さん利き手がありますのでやりやすい腕、やりづらい腕あったと思いますが、まずグーパーグーパーできた人はグーチョキパーでチャレンジしてみてください。はい、次は後出しじゃんけんをやっていきたいと思います。後出しじゃんけんは、私がまずじゃんけんポンと出しますので、一拍遅れて、同じものもしくは私に勝つもの私に負けるものという指示を出しますので、それで皆さんとじゃんけんをしていきたいと思います。はい、それでは、私が出すものとまず同じのものを出してもらいます。一拍遅れて私のポンの後にポンと言って出してください。きます。じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン、じゃんけんポンスピードアップします。じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン。はいはい、今度は、私に、勝つように出してください。最初ゆっくりやって少しずつスピードアップしたいと思います。いきます。それではじゃんけんポンポン、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 じゃんけんポンポン。はい、私勝つように皆さん出せましたでしょうか。今度は、私に負けるように出していきたいと思います。こちらはゆっくりやっていきたいと思います。じゃあ私に負けてください。じゃんけんポンポン、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 じゃんけんポンポン。はい、お疲れ様です。皆さん上手にできましたでしょうか。はい、皆さんノートレいかがだったでしょうか。上手にできましたでしょうか。ノートレは、上手にできたからいいというのではなくって、さっきのじゃんけんにしても、指折りにしても、あれ分かってるんだけど、あ、うまくできないなっていう時が一番脳を活発に動かしている方だったので、そういうふうに、あ、できない、あれあれって思った人、一番脳を今日いっぱい使った人だと思います。ぜひ、どこでもできるものなので、皆さんもチャレンジしてやってみてください。今日はありがとうございました。